はい、続きやっていきます。洗濯物畳んできました。いや、気抜かないでね、倒していきましょう。まず、このこいつ殺さないといけない鉄のをやり、まあ、アンナでブレイクさせるのがいいでしょうね。毒矢もつけてやりましょう。いや、きっと、小野要員はさ、なんだっけ、シャーデだかっていうアーマーアクス、アクスアーマーとブシロンとかの強いんだろうね、アンナより。アンナ弱えもんな、なんか。ラピスの経験値上げたいんでね、ラピスを重点的に最後で整さすようにしてます。あとジャンはね、育ってて多分強いんで、結構俺のジャン育ってきてるんで、さてセリカが復活したみたいです。で、こいつは足遅いから無視、このターンは無視でいける。要はこの2人っすね、無視できないのは。まあ、こいつもぶっちゃけ無視できるよね。だから引こう、一回引く、引くか、引くか、引きましょう。ワープライナーだけ受けましょう。気合に持たせて相手反撃しますか。チンガード最初。で、こいつの隣に置くと、あ、いや、そうだね、魔法がプラスになるはず。うん、違うね。どういう効果だったっけ。周りにね、常に魔法がプラスに、あ、こいつがね、あれ誰が持ってんだっけ。あ、え、あれ誰に持たせてる。あ、ラピスにもさせてんだ。連接積み方の魔法プラスに。で、こいつは防御力上がるんでね、2体注意2マスに女性がいると。ディアマンド、やばいよ。これは引く、これは引く、引くが誰か一体を殺さないとやばい。こっちだね、殺すとしたら。
足グルとかやべえんだよこれ。だけどこっちだよな、殺すの。引く、殺す、うん、耐えるから耐えないの魔法ぐらいだよ、マジ魔法攻撃ぐらいだから。とにかく攻めすぎて殺されたから誰の射程？射程だよ。全力で引くはいいんだけどさ、その射程入ってんの？こいつ言ってると。やばないんですよ。こっちじゃないじゃん。ちょっとわかんなくなってきた。ここに置きたいね、ディアマンド。1,2,3,4 もう来ちゃうの？え、どうする？ま、アンナはセリーヌが怖いもんね。あ、いや違うわ。
ATA だ、これ進化とするべきは奥か、大丈夫だね、セリーの車。うん、大丈夫、OK。嘘嘘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 嘘だいやこれキビいって、一気に4体を対処しきれない。いや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 ちょっと待って、スキル変えよう。じゃあスキル、いやスキル変えたところで1体しかな。あマジきついわ。なんかセーブする方法ないの、このゲーム。デュール見切りつけよう。つけたところでだよ。あとはなんかさ、ないやばいやつ。チェンジプルフ使っても何の効果ないもんね。ないな。スナイトにする？ファイターより強いんじゃない？攻撃力に期待してねえしな。連携要因だしな、あとブレイクと
怪我させんすよ、それと。余計神耐久になっちゃうかな。え、どうする？この二択だよな。移動距離伸ばして、アクスペガサスにしよう。うん、少しでもね、能力値上げた方がいい。ちょっともったいないんだよね、ここでプルーフ系使うの。レベルリセットできるからさ。ミスったかな、これ。どうだろう。これ一回セーブはね、しない方がいいんじゃないかな。ディアマンドは、下がっちゃうな。ラピスも使っちゃおう。いや、本当は俺ソードファイターの好きだけど、使う必要ない。モッカは大丈夫じゃないかな。弓にね、滅法弱くなったっちゃ滅法弱くなった。弓を受けるっていう概念ねえからな基本。ルイの位置こっち行こう。これでこれで行こう。これで行きましょうよ。戦闘開始。いや、きついね、これ。本当に戦闘開始していいのかな？まあ、するしかねえな。いや、マジきついよ、このゲーム。では、まず、初手はこいつって決めてますから。毒よ、これ、必殺来たよね、さっきは。まあ、もちろん攻撃力下がってんで。そんなくらいですか。まあこうやって連携要因なんでね、何度も言いますが。
ブレイクさせちゃいましょう。さっき外したよね。ちょっと違う動きしてますね。あれ、なんであんなら連携発動してないんだ。手を持ってんの。どういう状態だこれ。なんででしょう。期待通り。なんで連携発動しないんだ。ちょっとわかんないですね。バグですかね。何なんすかね。よろしくだよ。あれ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 耐えられてんだけど、やばくね。ちょっとなんていうかミスってる。もういいか。なんで連携発動してないんだ。違う、連携要因じゃなくなったからだこいつら。あ、ミスったか。いやもういいか、ちょっとやってみよう。これでそうだ、連携じゃなくなったんだこいつら。職変えたことによって飛行っていう職だから違うんだ。なるほどなるほどなるほど。なるほど。そっか、全然話が違ってくるね。え、じゃあアンナマジ使えないんじゃない。あ、これ負けたな多分。じゃあアンナが使えないキャラになってしまった。頑張ろう。これ負けたな、これ多分勝てねえよ。行きなさい。聞きます。
諦めモードでやってるんで、人にちょっちゃくちょっちゃくやっちゃいます。ソーラン初めて使ったの、どういう仕様なのか確かに。強いかも。待ち伏せうぜ、お許しを下して。いいね。うわ、進化してきた。
シンガードうぜシンガード書いてますよ。外してくれんなよ、くもん式攻めちゃうよ、俺もう諦めモード入ってるかね。連携取れなくなった方が弱いでしょという考えです。あ、かわいい。怪我させないといい。すげえ移動の仕方してきたんだけど、シグルド腹立つわ。なんでその移動の仕方届くが殺しきらないというね、現実。足りることができればいいんだが、3プラスさせれば。3プラスさせれば20。25。25。7だから足りないね、足りない足りない足りないんですよ。先にこっちで毒矢で暮らしたらどうなの。毒矢の効果が本当だったらかなり食らうんじゃないの。どうやってみる。やってみないと死んじゃうしね。別に死ぬと予報されたくないもんね。
毒矢の効果を信じてやってみますか。じゃあ、数値が変わってれば、あ、変わってるるけど足りなかった。足りなかったわ。あ、え、ワープでいける？これもしかして。ワープした後って行動できるわけないよね。フリーザーって言ったら嬉しくない？当てたし。それ一気に伸びれるじゃん、もう。こいつさえ警戒すれば。そういうことです。そういうことですよ。はい、そういうことなんです。チェンジブレフ使わない方がいいわ、これやっぱ。もう訳わかんないんだけど、もう訳わかんない。ルイに聖水持たしとくか。あ、もうそれ一回切れそうなんで一回取ります。